浜さん今年も一年お疲れ様でした。お疲れ様でした。本当に市神さんお疲れ様でした。<laughs> ね早いですね。前多分半年ぐらい前じゃないですかね。前回の収録ですね。多分6月だったと思うんで。うん、はいはいはい。前回はえー、っとエピソード23、6月2日公開です、ね、ああ、まあほぼ半年ですね。うん,うんうん。<laughs> <laughs> <laughs> そういややっぱ夏の間は全然無理で、うん、で言う,言うてけちょくちょく YouTube はそう頑張ってあの、うんうん、今年は毎月っていうかその月に1個はなんとかあげようと思っておすごいまあでも月1個 1> 1個ですよねいう,う,、うん、うて冬の間じゃあ月5つも6つも上がるんかっていうと上がらないんで別に変わらないっちゃ変わらないんですけど <laughs>、うん、でもあの YouTube ショートができてからはなんかちょっとーっっハードルが低くなったというかはいはいはい、うん、その、うん、なんとかできそうなっていう確かに YouTube ショートなんかやっぱ視聴回数でいうとショートすごい。 ねえい,い,いいみたいですね。仕事であるカテゴリーの視聴回数の統計を取る仕事しててお<ー>でやっぱりジャンルによってはトップ10全部がショートの動画とかあ,<ー>あ<の>確かにありそう、うんうんやあの。TikTok 系というか歌ってみたとか踊ってみたみたいのはやっぱりショートが強くて。<laughs> はいはい、ですよねこうやっぱ <laughs> なんていうか短距離そうな感じだから。 よく YouTube とか Instagram とかもリールとかもそうですけど、えー、なんかこん,なこんなショート動画作,り作ったらいいよみたいなアドバイスあ来ますねなんか来ますよね。 そうじゃないいんだよってうそうそうそうこれ誰向けのメールですかっていう感じ <laughs> そうそうそう一応一応全文読むんですけど毎回毎回ちょ,ちょっとじゃないな結構違うよっていう僕もでも YouTube にこのラジオも上げてますけどそれを除けば10本ぐらいしか上げてないかもしれない YouTube 今年になってからですかはい あそうでしたっけねあ結構、あのいろいろ検索すると、市神さんの動画が出てくるんですよね。だから結構、市神さんの動画、今年見たなっていう気になってる感じあ、ほんまですかどんな検索ワードですかえっとね、ND フィルターとか、<laughs> あとね、カメラバッグとか、<laughs> あれ、全部すごい何万再生とか回ってたのかような気がします,そうですね。 えー、だ,だ,だから出てくるんだなっていう結構ね一、うん、神さんをこう見てるんですよ <laughs> <laughs> そうでも見てる時は「あ若いぞこの頃の一神さんは」って思いながら <laughs> <laughs> そう ND フィルター2018年ですわあそんな前でしたそれ、うん、ああそうなんだこの時本当に一眼動画始めたばっかりで今見返したらだいぶいろいろ伝えることが足りてないなとか思いつつ ああじゃあ作り直さないとダメですね <laughs> <laughs> そういやカメラバッグとかもいやもうでもあれは多分誰しもがもう抜けられない沼だと思うんですよねカメラバッグはうん,うん、うんうん、全ての世の中のカメラバッグはもう帯に短したすきに流しなんですよね本当にそうですね,ねあれはもう無理なんですよそんな一個でズバンってくるようなのはうんうんうん そっか,だからそ,うそう考えてみるとでもなんか最近も一神さん動画をえー、っとタムロンのそうですね望遠ズーム望遠ズームですよねタムロンの望遠ズーム<う>なんかこういうあの商品貸しますので動画よ,よろしければ作ってくださいみたいのだとまあもちろんや,<ー>や,るやるしかないというかやれるざるをない <laughs> <laughs> でスイッチが入るんですけど なかなかスイッチが入らなくなりましたねああそうなんですね <laughs> そっかだからムラがあるんですよね僕やるガッとしなんかなんかに集中したときは結構、うん、もう他のこと差し置いてやるんですけどはいはいはいそのスイッチがはら入らないことには動かないっていうはいはい、はい、ああそのなんていうかスレッショルドというか域地が結構高いところには、うん、<laughs> いや <laughs> いう <laughs> そう そういやまあ僕も結構そうですけどねで逆にこう追われるともう、うん、もういいやって <laughs> なっちゃうこともあるし <laughs>、うん、いやでもやっぱ専業でやってる人とかはすごいですよねいやーにすごいにすごい、うんねうん、いやだから本当まあ何かが違うんですよ <laughs> うん、うん、あの一つのことをずっと長く 続けられれるのも才能です、ね、あれはですすねあはね本当にうそうだからこう本当諦めないのは才能だって言うけどうん、うん、諦めるとかっていうよりももう続けていくのがすごい本ん本当ん毎日とかはちょっと信じられないなそうですよね,ねあれもやっぱりでもなんていうか歯磨きとかひげ剃りレベルにこう習慣化されると多分ね うまくいくんでしょうね。そうですよね。ねえ絶対。うんうんうん。なかなか。そうですよ。なんか例えば僕ツイッターとインスタグラムに毎朝起きたときに。写真投稿するっていうのを。もう半年。<ー>半年以上は続けてて毎日。はい、はいはいはい。で。それは。あの、もう。苦でもないというか。 あもう完全に日課というか日課というかも,もう歯磨きひげ剃りレベルです、ね、あそうなってるんですそれはすごいそこまでいけるとうん1投稿ならなんとか <laughs> <laughs> いやーでもそれもすごいなそう気づいたら最初のうちは「あやらないと」とかあの画像を2枚セットとかにしてポンってあげてるんですけどあ,<ー>あれも週に1回ぐらい 1>, 1週間分の用意したりとかしてああそういうことをしてるんですねはいで<ー>えっと毎朝今日はこれあげるっぽいってあでもそれも手ですねこう何、うん、ていうか予習みたいな感じでこう準備していればそっかいや確かに朝起きてどれをあげようとかってやってたらもうねうん、うん、時間ないからそっかそっかなるほどな,なんですな<や> それもそれなりに時間かけてるはずなんですけども自分にとってはなんか本当歯磨きレベルでああ<ー> <laughs> もう普通の生活の中に入っちゃってるんですね、うん、そうやらねば苦しいとかやばい明日の準備できてないって時はたまにありますけどそれもそんな苦じゃない,いお<ー>、うん、お、わあすごいなあでもこうある程度分量をまとめておくっていうのは一つの手かもしれないですね、うん いやさすがに動画をそんだけまとめておくのは <laughs> ほぼ不可能だから <laughs>、ね、あれだけど、うんうん、そっか写真なそう確かに昔撮ったとかそういうの全部そうしりすると多分無限に出てきそうな気がするからあそうなんですよねだから今年あんまり撮ってなくて今年めっきりフィルムもデジタルも減っちゃってただもう34年分の溜まってるからもう ちょうど1年ぐらい前に撮ったやつとか、まあ、関係ないやつとかも見繕、はい、ってついにしたら面白そうなやつ探してああそういうのいいっすね,ねあなるほどなかなり時間はかけ離れてるけれども、うん、こうついにすると何か生まれてきそうな、うん、みたいなそう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 あそういうのはいいな、うんそっかいやでもインスタ僕はあの 最近は最近っていうかもうここ1年ぐらいあのストーリーズしかやってないんですけどああなるほどあの今ちょっとましになったかもしれないですけどあの広告とあと全然知らない人のやつが出てきてこの何ていうかこう見たいやつは3分の1しか出てこないぐらいにひどかった時あったじゃないですかは <laughs> ははいはいはい、はい、今もちょっとましになってると思うんですけどもうあの感じでいやもうやってられへんっていうか見てられないっていう感じなんでう そうあのそ<れ>ホームのタイムラインはあんま見ないですね確かにああやっぱそうなんですかうん僕も、ね、あのなんていうか 1, 1スワイプ分だけ見るようにしてます、うん、<laughs> <laughs> だから上の方の45件のは見るけどその後ろはもう,<ん>もういいって感じでそうですねそんな感じになってますねあと<ー>ストーリーズでお友達のが上がってたら見るとかうんそうもうストーリーズメインで うん、ななっっちゃってるないやあれ本当どうにかなならないのかななならいの最近ちょっと最近というか2ヶ月ぐらい前かなちょっとよマシになってでもまたなんか最近知らん人のとかが陽気出てくるようになって、うんうん、まああれ多分ねそういうアルゴリズムはみんな一斉じゃなくて人それぞれこうなんかテストしてるんだと思うんですけど、うんうん、いやまたひどいことになったと思って。 うん <laughs> <laughs> もうほんとストーリーズだけですね、うん、これあのインスタグラムその半年ぐらい前から毎日あの毎日一投稿するようにしましたとええー、でその前までは写真たまったら10枚組でなんかいろいろごちゃごちゃってやってましたよねやってアップしてたんですええー 毎日投稿にしてちょっと分量も減らして毎日投稿にしたんでえっ、ー、と何というか前まで10日に一っぐらいだったんで多分なんか久しぶりに投稿したら代々が久しぶりに投稿しましたみたいな通知も来たりするしだから大体平均いいねが300とかはついてたんですよ、えー、前は。前はでそれが毎日にしたからあのー、いいねがガッと減って。 100とか100いかないへえあっそれぐらいのがずっと半年ぐらい続いててでそれが1か月半か2か月前ぐらいになぜかポンとインプレッションが上がる投稿があってでえっとその投稿が「いいね」今までなかった1,000を超えたりしたんですねでな。で「んじゃこりゃ!」と思って特に僕自信があった投稿でもなくて。 であの単純にいつも同じハッシュタグフィルムの場合は同じハッシュタグをずーっとつけ続けてきたんですけど、えー、あのそのハッシュタグたどってみていくとあのおすすめの方に上位に出てたりとかしてあーなるほどでそこで一段階段が上がったみたいな感じがあって、えー、そこから投稿するたびにインプレッションが <laughs> あのそれなりに行くようになって、おおステージが上がったんですね。そうなんです。で、ね、また時々ボンって上がって千いいね超える投稿がポツポツ出てくるみたいな、ほほほ状態になってます今。はあやっぱりじゃあそれは継続は力なり。<laughs> そうあのほほ誇れることといえば続けたことだけ。あ,<ー> <laughs> あの写真が良くなったわけでもないし。へ <laughs>、うん、えー、<laughs> だか<ら>すごいな。 本当あれですあのいい写真かどうかはまあ、まあ、多少はあるとしてもアルゴリズムにうんまあ <laughs> そうです見てもらえなければどうしようもないから、うん、そうですよねそこはすごいな。でその同じハッシュタグつ,つけて半年間ぐらい続けたっていうので多少あのアルゴリズム側にこっちを向いてもらえたみたいなうん <laughs> 感じがしてますね。へー えでもやっぱそういいステージが上がるとさらに次のステージに上がれる順番が回ってくるのか何か分かんないですけどいける可能性が出てくるわけですよねだんだんそうなのかもしれないですね,ね<え>またね次は世界は見えてないけどへえすごいなただただあれなんですよねインプレッション増えたとて <laughs> みたいなまあ見て <laughs> もちろん多くの人に見てもらえるのは嬉しいけど。 いやでもやっぱりね見てもらえるのは嬉しいですよね。その辺やっぱ謎多いですよね。まあ何でもそうですけどね。YouTube でも何でもそうですけど。そうツイッターの動画でさえもなんでっていうまあ動画あのツイッターの動画ツイッターで動画出すとこう何万再生とか何回再生ってあの見れるじゃないですか。別にそのの投稿ツイッターの ツイート自体は別に「いいね」はいつも通りというか普通そんな大してついてない20とかそれぐらいしかついてないんだけど動画の方見たら1万再生とかになってて「えみたいなそれもいやもっと多分ね他のやつよりアルゴリズムさっぱりわかんないですけど「なんで?」っていう全然わかんないですよね本当いやそれで「いいね」もついてるんだったらまだわかるんですけど。 別にいいねはそのねお友達の人しか押してないのに再生自体は何万いってるみたいなほうん、ね謎が多いですね本当うんうんまあツイッターはなんかもうどうなることやら分かんないですけどね <laughs> <laughs> すごい大騒ぎですよ <laughs> ちょっとおもし面白いですね当事者はたまったもんじゃないでしょうけどねツイッターで頑張ってる人はたまったもんじゃないだろうけど <laughs> うん まあ、なんか最初、本当にツイッターがなくなるかもぐらいなぐらいな話ね、うん、危機感がありましたけどやっぱそこまではいかないのかなっていう。さすがにあの人一人でこう突っ走ってるわけではない感じはしてきたというブレインというあれでもないけども、まあ、人の聞くことを話聞く耳はあるのかなっていう、うん、<laughs> 感じはちょっと最近してきた感じですね。うなんか いろいろ。良くなる可能性もあるかもしれないし。そうなんですよね。うんうん、そう、良くなる可能性もあるかもしれない。うん、うん、まあ、あの人も、他にもいろんなことを手掛けてるから。うん。ねえ、なんか核融合のなんかだとか、あの人の脳に。あの配線を <laughs> 埋め込んで、なんとかとかも。うん、あと火星も行くとか言ってましたっけ。うん、あ。火星でしたか。ね、どこだったか忘れたけど、なんか。うん ね、移住するだかなんだか分かかななんいけど <laughs> そういやでもなんかそういうのちょっと前まではそんなこと言ってたら頭おかしい人に思われてたけどうん、うん、あの人が言うとああなるんだろうなそのうちって思えてくるっていうそうですよね、うん、そ,れそれも才能かもしれないなイーロン・マスクが言うと本当になりそうみたいなそうですよね今もう合図の方は 雪、うん、あのー、あれ、動画じゃないかな、ツイッターとかで上げたのかな、なんか、あ雪積もっちゃったみたいな、その後一旦溶けかけたんですけど、昨日またがっつり降って、おあ、ま、本当だ。今日の朝もがっつり降って、今日はもう午前中、ずっと雪かきしてた感じで。えー、そうですか、大変、ね。もう 雪かき機っていうか除雪機を今日はもう初めて動かして最初はやっぱ重たいんで雪が大変ですよね多分それはもう金沢も同じだと思うんですけどもう1月とかになると何て言うかまあ覚悟もできてるし雪も若干軽い雪になってるから。うん はね、いいんですけど、今はやっぱきついっすね、もう、うん、いや、金沢は全然これに比べたら大したことないと思います、今も積もってないし、あそうなん平野部、平野部、昨日やっと一瞬すら積もったぐらいで、全然ですよ、まだ。あそうなんですね今年っていうか、ここ数年ずっとこう、なんていうか、西回り寒気があの冬の初め、ずっと西回り寒気だったんだけど、今年は割と順当に来たからって感じなんで。 うんそうかもしれないですねうんうん、うん、そっかあのー、市川さんのインスタかツイッターに上がってた何日か前かに上がってたのかなあの雪が雪下粧っていうかあったんでうん、うん、あもう金沢も積もったんだなって俺は思ったんですけど <laughs> <laughs> そうそうそう,そう違去,去年の写真なんですねそうかそっかまだそうですねでも新潟とかもまだ あのそんな積もるレベルではないような感じかな、うん、今年は何も大雪モズが上の方にいたとか話が聞かないような気がするなあそのそれ初耳ですえあのモズが上の方にいると雪が多い説っていうのは金沢ではあれモズがなんか餌をあをモズの早えですよねあの<あ>トカゲとかを引っ掛けるカエルとか引っ掛けるああれの高さですか そうああ<ー>が <laughs> もう例年より高いとこの枝に引っ掛けてあると今年は大雪だみたいなういうあ,あ <laughs> うちの方ではまあ,あの多分全国的によく聞くのがあのカマキリの卵が高いとか低いとかああはいはいはい、うん、あとこっち僕こっちでしか聞いたことがないのが 家の中にカメムシが大量に入ってくる年は厳しい冬だっていう,<ー> <laughs> う本当かっていうね、うんうん、でもそれを言うと今年家の中全くか、ま、カメムシ入ってきてないんでほう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 、うん、多分だからそれは間違いですねおそらくカメムシはね、まあ、入ってくる時は何ぼでも入ってきますからねうん、うん、そっかモズの早荷え確かにこうなんか 筋が通ってるといえば通ってるような。そう当たってるんですよ毎年。あ、そうなんですか。うん今年<ー>やばいぞモズ <laughs> モズが高いところに。高いところに引っ掛けるぞってるそうで。でもあのモズのハヤニエってあれ引っ掛けるだけで引っ掛けたモズはあれを食べてるのかどうかって説もあるあるんじゃないでしたっけ。あそ あれううんそううんう食べるつもりで引っ掛けたけれどもとうん、塔のモズは引っ掛けたすぐ数秒後にはもうそれを忘れてるみたいな <laughs> なんかあのリスがどんぐりを隠すけれども冬ごもりの前に、うん、あの隠すけども隠したことをもう忘れてると <laughs> なんかその手のそういう感じだったような気もするんだけど <laughs> どうなのかな<ー>まあカマキリはもう高いところも低いところもあっちこっちは産むんで,んで、ね、あんまり関係なさそうですね。うんうん <laughs> そうですかあハヤニエね言われてみれば、うん、そんな高いとこにあったら気がつかないもんな。去年去年前回の冬はまあまあ積もってうん、うん、ちょうど1年ぐらい前,年前去年の11月ぐらいにこの「モズのはやにえ」のニュースがあーニローカルニュースで高さに2メートルほどで見つかったみたいな。 <laughs> 2m は嫌やなすごいな、うん、へえまあ多分いろいろあるんでしょうねその手の伝承は、うん、各地にいやなんか今年は厳しいという話なんででも去年も厳しかったからうん、うん、いや会津いたいこんなにこれこんなに早くこう積もるレベルの雪が降ることあんまりないんですよね 年末クリスマスぐらいになるとも、まあ、どっかりっていうのはあるんですけど12月半ばで、うん、積もるレベルっていうのは最近はなかったかなもうこの時期まで来るとも,もう農家のお仕事はもう全くない,ないですね何もやりようがないんでうんですよね <laughs>、うん、そう まあそれでもあの行く人は行,く行きますよ、あの台風の時に田んぼを見に行くおじいちゃんみたいな感じで、<ー>こんだけ雪積もってるのに、軽トラ走った跡があるみたいな、へ<ー> <laughs> 見に行ってる人はいますね。すスタックしそう。そう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 。そう、今年しをもういろいろ動画で拝見してましたけど、なかなか大変なあそうで一年ね。 ね、そうですね今年は本当にもうタフな年でしたね、うん、<laughs> こんなタフな年はなかなかないっていうぐらいにまあ、うん、まあでもなんとかなんとかなるんだなという感じですねなかなかないですねあんなあんだけ雨が降るっていうのは、うんうん、まあそれでもうちなんて全然まだあのまだいい方っていうかうん、うんうん、全然 ひどいとことこはもうほんと水路がねあの土砂崩れで埋まっちゃったりすると水が流れてこないから来年何も作れないみたいな<ー>うーんそういうところがもううちの近所だけでも何か所もあって、うん、そうやっとあの10月ぐらいにあの激甚災害指定になって。うーんうん それでやっとこうなんていうかまともに復旧工事が動き始めたっていうああそうなんですねだって大雨が8月頭とかでしたよね、うん、そうそうそうで10月のまあ中旬か上旬かぐらいに激甚災害化してへえ2か月長いですねそこの2か月は、うん、まあでもねやっぱそういうのがないとお金が <laughs> どうこうっていう話になってくるからなかなかううん、うん の JR の橋が落ちたのは来年の春には復旧ってことでうん、うん、するらってことでなんか今、いろいろやってますねその落ちた橋桁を撤去したぐらいまで今、行ってるのかな、うんうん、橋桁じゃないかなんか分かんないですけど、うん、あの電車の音の動画をそそうそう,そう撮りたい、撮りたいってい <laughs> 本当に、ね、撮ろうと思ってたんですよねうわーと思って。 まあそ,のその橋が落ちたわけじゃないんですけど、ねまあ別のところの橋なんですけどうん,うんそうですよねこの天気で収益とかもすごい影響してくるっていうのになかなかな厳しい世界ですなねえ本当に大体大体その、まあ、産地っていうのが、まあ、キュウリならキュウリそれぞれの作物の大きな産地っていうのがまあ何か所かあって うんうん、大体毎年どっか国っか何か自然災害を受けたりしてるんですよ会津、うん、って結構そういう自然災害に強いって言われててまあ盆地だって、まあ、結構周り高い山に囲まれてるからっていうのもあってあんまりそういうのないって言ってたのにみたいな「うん、<laughs> 今年はうちのバンカよ」みたいな<ー> <laughs> うん、うんうん、別にだから油断してたみたいなのはな、まあ、油断してようがしてまいがどうしようもないんですけどあんなのは。うん うん、結構だからね寝耳に水みたいな感じの人が多かったですねあ<ー>まあ僕も含めて金沢石,か石川県も結構降って僕の事務所の目の前の西側もそうそう西はねあの映像が何かのニュースで流れてて。うん <laughs> ああすごいこれってあれ石神さんの事務所ってそうそうそう目の前で見,見てたんですけどあのなんていうか、えー、河原が道路と河原まで降りるのに数メートルあってでそこからまた一段降りて川があるってでその川の水が河原<ー>河原までちょっと行ってた時期もあったんですね。 ただそんな河田に川田、はいはい、がドバッと水で埋め尽くされるみたいなとこまではいってなくてああこうチャプチャプ洗うぐらいな感じだったのそうそ、ん、うあったけどもとあのそう西川はまだいろいろダムもあるし整備してあるんで、うん、調整してくれてるっていうのはあるんでしょうね石川県の小松市とかの方で結構大きい被害が出てたみたいですねああそうなんですね、うん いやーなかなかね結構今年は夏は本当ねあっちこっちすごかったですよねうん、うん、そう犀川ってニュースで見た時西川って長野県にも確かなかったでしたっけ長野の方かなとかって僕最初思ったのかなうん、うん、した映像を見てたらいやいやこれ,はこれは金沢の西川だぞ <laughs> あ本当だありますよ長野にへえそうだからあの長野の西川かなって僕は最初思ったんですけどうん、うん うん、いやあっちはあのなんていうかまあその金沢の最賀の源流はどこか分かんないですけど長野とかだったらやっぱり北アルプスとかあっちの方が源流なのかなと思ってうん、うんうん、あああいうところが源流だとそりゃすごいことになることもあるよねと思いながら見てたら <laughs> あらこれ金沢だわと思って <laughs> あ音とか結構じゃすごかったんじゃないですかあいやすごい、まあ、音,音すごいとはそんな思わなかったかな ただいろいろ流木とかでっかい流木とか流れてきてたりしてで一番ひどい日にちょうど事務所近くののお客さんんところでで撮影してたた時だったんですね映像の撮影とかしてて <laughs>、ええ、あの映像制作会社とかが来ててあのモデルさんとかも入って撮影してるような現場やったんですけど。ああ でも外大荒れなんです <laughs> で、西川が過去何十年見たことないような水量になってるっていう日にちょうど撮影しててああそういうことですねなるほど <laughs> でもでもなんかそれを感じさせないような映像の仕上がりになっててああそれはすごいす、ね、ですねさすがですねそう映像制作会社の人すごいなと思ってああいやすごいなすごかあたかも外が晴れてるかのような感じで <laughs> すごいっすね <laughs> うん ー爽やかな朝みたいな感じのイメージになっててああやっぱプロは違うなすごいなうんいやーあの時まああれほぼ夜だったんですけどいや川は近くにはないんですようちはだけど3 0 0ルぐらいかな離れたところの、ま、ちょっとした水路っていうか小川というかそこが。うん まあれんばかりになってるんだらしいんですよその音がこう地響きのようにこう振動っていうかなんていうか音というよりはもう振動ですねなんかゴゴゴゴゴゴゴって感じで怖と思ってこう屋根とかをね打つ雨音はそりゃすごかったんですけどじゃあこのゴゴゴゴって言ってるのは何よっていう話でそしたらその水路だったっていう。 なかなか、あんな音聞かないですからね。うん。年末はまた。年末は、そうです。か年末は、あの、人がいっぱいいるんで。年を、あけてから。ですね。あそかそか。うん。うんうん、そうです。そして、一応来週は東京に行く予定なんで。おお。いいですね。はい。もうね、多分、それ以降になると。天気が。年末とか、絶対やばいんで、天気が。 毎年。うん、東京は何をしに行くんですか。いろいろですね。もうね、あのー、写真店を回ったり。うもうほぼほぼいろんな写真店とか回ったりぐらいですかね。<ー>あれ僕今年行ったっけな？東京行ってないよな。今年一回も行ってないかもしれない。東京あれ僕も東京あえそっか去年は行ったかそうだな。 た、うん、だ一回も行ってないこんな年珍しい <laughs> あ,あそうあのそう市上さんも聞きたいと思ってたんですけど、まあ、金沢って観光地じゃないですかかなりのうん、うん、でまあ来た方も結構、まあ、観光で人が来るところなんですけどあの観光で来るお客さんがぶら下げてるカメラとかチェックしたりしたことあります見見ますよあああ見ますよ僕も結構見るんですけど、うんうん、あの 僕の場合特にその近くにさっき言ったの JR の橋その落ちた橋じゃないそのすごい立派な橋があってそこにてっちゃんすんごい来るんですよもう、うん、本当にすごい橋なんでお立ち台とがずらっ, <laughs> ってなる <laughs> 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 大砲が並ぶみたいになるんですけどうん、うん、いやあのー、世の中では一応、ま、ソニーめっちゃ売れてるってことになっているじゃないですか。うんうんうん

セブンスリー的なおお<ー>あ、うん、とかやっぱ6線系とかをよく見かけるような気がしてで僕あの家の近くの野鳥が来る森とかに休みの日よく行くんですけど、えー、そこ行くとバズーカ持ってる人が結構いて <laughs> 鳥もそうですよねそ,、うん、そこでではやっぱソニー見ないああだから似てるかもしれないですそう, <laughs> そう多分あの 分かんないですけど望遠バズーカを使う人はソニーじゃないのかな別なのかな <laughs> で圧倒的なキヤノンのシェアなんですよねやっぱり <laughs> 7割キヤノンで3割ニコン他はもう、まあ、まばらっていう感じででその北方の市街地は、まあ、ラーメンとかがあるんでそっちの方行くとまたちょっと変わってくるんですけどそれでもやっぱ圧倒的王者キヤノンって感じで。 順番的に言うとやっぱキヤノンニコンソニーなんですよねでソニーもネックスとか見るんですよねああはいはいはいそうでそのさっきのバズーカもそうなんですけどほぼほぼレフ機なんですよ、うん、ミラーレス見ないんですよねあんまりだからなんていうかこのうちらの界隈では <laughs> 散在散在が激しすぎて もうレフ機使ってる人ほとんどいないみたいになってますけどうん、うん、世の中の大半の人にとってはカメラっていうのはまあ一生ものとは言わないにしてもうん、うん、まあ10年は使うのかなっていう結構なんかそのキャノンならニコンだっちってもレフ機なんですよ見るのはそうですねうんかちょっとうちらの界隈どっちかっていうとうちらの界隈が異常なのかなで、そうでしょうね <laughs> YouTube だとねみんなやっぱソニーあの動画機も含めて、うん、今の何でしたっけ FX?FX30 と,、はい、とか3とか、うん、はい,、うん、いやあんなん見たことないっすよ、うん、<laughs> 生では、ね、<laughs> そういやだからねいや石神さんも金沢だからあれもしかして観察して いやこういうのって地域性なのかそれともいや実は世の中そんなにみんな新しいカメラ使ってないよっていう話なのかなって、うん、でまあまああのオリンパスはやっぱり女の子を結構持ってるんですよねはいはいはい、はい、やっぱ一時のマーケティングのおかげというかうん、うんうん、やっぱ女の子もオリンパス率めっちゃ高いなっていうのがあって、うん、そうで割と富士とか見たりあそうですか富士あんま見ないんだよな時々見るけどうんあっ,って うん、まあね、うん、シェアとしてはやっぱりそうそう見ないのかもしれないああけどあ<ー>まあ逆にちょっと珍しいから記憶に入ってるのかもしれないですけど、うんそうですね、やっぱ、うん、ニコンのレフ機の D3000 系とかあとキヤノンだったらイオスキスっはいうねあの辺強いっすよねやっぱりねそうなんか普通の人は、ね、あの辺をこう大事に大事に使うのかなと思ってうん そう思いますう、うん、人のカメラをこう観察するのは結構ねあ<ー>、まあ、まあこれまた神戸に行くと全然違ってくるんですけどね、うん、だからそう神戸とか東京とかそういうとこ行くとまあ結構ソニーいるなっていう感じにはなるんですけどそうですよね、うん、そっかマイニューギアで言うと私そのレフキーはいはいはいあのニコン F マウントのレンズも 割と多く持ってるから。えー、で、F マウントのデジタルカメラは持ってなかったんですね。あ、そうだったんですね。あ、意外です、ね。そう。かフィルムはあるんです。あ、そっかそっか。なるほど。うん、で、まあレフキ F マウントの一眼レフはただいいだろうなと思ってたところに、あのお友達で何回か YouTube でモデルも務めてくれたまるちゃんが、あ、はいはいはい。あの DF をずっと持ってて。えー <laughs> で手放すことあったら声かけてねって言ってたんですよあ、はい、そしたらあの10月ぐらいかなのタイミングで新しいミラーレスも買ってちょっと手放そうかなと思ってるんですけどまだいりますって言われて<ー>ああいりますって <laughs> あ素晴らしいへ <laughs>、うん、えー、逆にルちゃん何買ったのか気になりますけどね 今、まあ、シグマ FP です。マニアックやな。<laughs> そうなんです。硬派なんですよ。硬派っていうかもういやすごいよ。シグマ FP、うん、シグマのカメラも見たことないっすね。生では。<laughs> えー、あ確かにそれこそ見ないっすね。えー、うん。そうかすごいな。そして DF が市上さんのところに来たと。そうなんです。まだほとんど使えてないけど。<ー>はい。すごいっすね。どん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 ニコンになってきますね。 そうなんですよね。<ー>なっちゃいました。一年、一年前まではソニーだったのが、ちょうど一年ぐらい前にくらいして。ね、充実、<え>充実してきてしまいました。ソニーのカメラって、今まだ持ってます。何か。あの A. P. S. C. の。あのう、企画用というか。<ー>あの初心者向けのコンテンツ、あのエントリー機、各社のエントリー機で。 初,初心者向けの使い方解説のコンテンツを1年前から作ろうと思っててああんかその話はどっかに聞いてな気がする、うん、いやそうまだ形になってないけど <laughs> まあそのそれ用のあ残しアルファ6100かなは<ー>、うんはい、一応手元には1台あ,りますあ,あるとは、うん、あすごいですねなんかソニーから他のマウントに変わる人っていうのはなかなか昨今珍しいような気がしてなえか最近 やっぱりしのぶさんのキャノンがやっぱりしのぶさんすごいですねもう隣の芝生が青く見えるんですよねあっしのぶさんはもうね求道者ですよねもう HDR の弓道者ですからね <laughs> なんかう今日ももんかツイッターで画像を開けてらしてああそうマウントの縛りがあるじゃないですかどうしてもカメラってですよね この縛りってもう時代錯誤な気しません<う>独占みたいなの、ね、世の中の,このオープンソースとかそういうこと言ってる流れからするとこうそうそうそう。ね<え>それでいくとマイクロフォーサーズとか <laughs> あとあのライカとシグマとエルマウント。エルマウント。はい。パナソニック。ライカとシグマとライカとシグマとパナソニックとなんか DJI も入ってましたっけね、うん、なんか。ああそうそう、はい、そういうアライアンスとかなんか。 そっちが今風じゃないですかねえ今の世の中の感じに。うん、でマウントを独占するなら、うん、その独占してる側の責務があると思ってちゃんとあの映像系今だと映像の需要も大きいから映像もちゃんと出して<ー>あの静止画もちゃんとしたスペックのやつプロがしっかり使えるやつを出すっていう。わ、はい、かります,かりますでその責務を 一番しっかり果たしてんのはキヤノンなんじゃないかって最近思い始めて <laughs> ああまあそうですね本当ねキ、うん、いやまあでかいっすからね会社が <laughs> <laughs> ニコンもでもまあだんだんそうなっていくんじゃないかって思いますけどね、うん、どうなんですかねだんだんきてはいると思うけどやっぱりぶさん使ってる 5C とかちゃんと 動画,動画機として <laughs>、まあ、5G はちょっと別格ですよねでもあれは。ね <laughs> いや,いやキヤノンはそうですだからあのレンズ資産って言った場合も、ね、ニッコールは当然ニッコールの,その F マウントっていうすごい資産はあるけれども、うん、映像って考えた時そのキャノンの EF マウントってもう世界統一してるようなもんじゃないですかあれ。うん、ね何にでもそういう本当の業務用の。 ね、よくわかんないですけどありとかなんだとかそっちも EF マウントを採用してるシネマカメラって結構あるからうん、うん、映像を考えるとあやっぱニッコール F マウントよりも EF マウントの方がすごいのかなっていやキャノンすごいっすね <laughs> でもニコンニコンにどっぷりと今はそうなんですね <laughs> いやでも Z レンズはすごいっすよねあの いろいろこうレビューとかでこう映り見ると、ね、ちょっともうなんかうん、うん、次元が違うというか昔で言うところの 35mm 版と中盤とかの違いぐらいのすごい差があるなと思ってもッ Z レンズうん<な>そうですね何でもうれいなの信頼感はありますねくっそ高いですけどね本当 <laughs> <laughs> でもキヤノンは RF マウントのレンズ、まあ、Z マウントもそうかもしれないですけど RF マウントのレンズ全,全然まだないっすよね。そうななんですよね,ね数は少なくてソニーはその点あの自分のところでまだ開発力がないところをいち早くマウント情報を開放して、ね、タムロン・シグマに。そこはでソニーはツワイスのレンズ使ってましたからね最初は。ね<え>うん でそこである程度その間に自力つけてきて今はもう GM レンズを押しいみたいなててそうそうそううまいことやってますよね本当あのーうん、誰も損しない感じでこうね、うん、キャノンはだってなんかアルフェウマウント、うん、よ,よそのっていうかその中国のメーカーとかがアルフェウマウントのレンズをこう出すんだけど多分内緒で出すんでしょうけどうん、うん、するとこうキャノンからツッコミが入ってやめてくれた <laughs> でいつの間にか市場から見えなくなっちゃうみたいな、うん うん,うんそうですねその点あれかニコンは一応タムロンさんも正式にでしたしシナかうんシナねそうそうどうなんですかなんか噂では来年ぐらいにシグマとかどっかから RF マウントも出るんじゃないかってまあああ RF ですかわ、うん、かんないですけど<ー>本当のただの噂というよりは願望っていう <laughs>、うん、<laughs> ユーザーたちの願望がただの噂になってるだけかもしれないですけどうんうん なんかシグマの山木社長もど何マウントとは言ってないけれども新しいマウントのレンズを来年は出したいみたいなことを言ってるみたいなうん Z かもしれないですねかもしれないですねそれ分かんないですよね、うん、どこかは、うん、タムドンをが入ってきたならシグマも入ってくるんだろうなっていう、うんうん、気はしますよねそうだからねキャノンはそう RF マウントなんかもうちょっと何とかしてくれれば。うん ただあの Z レンズの中でも交渉ではないけどタムロンの OEM だろうと言われてるレンズもあり話がありますよねでそれがそれがこの一消費者としてはもうだったらタムロン名義で出してそっちの方がきっと安くなるしねえ消費者としてはそれでっていうねでも まあ昔からなんかそういうのはあったみたいですよね。シグマとかトキナとかタムロンが作ってたみたいな。うん、なんかまあわかるんですそのニコン名義で出すということはいろいろ例えば今 F マウントから Z マウントになって FTZ っていうアダプターをかましてあ、はい、あの F マウントのレンズを Z マウントのボディーで使うんですけどそういう時にタムロンのやつが ンの、F、マウントととかかか対応してなかったりそうなんですかそうそうあったりしてだからまあ Z マウント Z マウントニコンの Z マウントとして出すからにはその長きにわたって面倒見ませっていう覚悟もおそらく含まれての料金になってる,てなるほど <laughs> かなっていういやーそっかでも出してほしいなやっぱりいろんなところのメーカーが。 うんそれぞれやっぱレンズメーカーちょっと個性みたいなのはあるじゃないですかなんかまあそれを意識してるかどうか分かんないですけどーメーカーさんがでもやっぱシグマは結構こうカリカリっていうか階層感うでこうタムロンはこうすごい階調が滑らかでとかなんか一応なんかそういうキャラがあるように見えるとうん,うんそういうのもあるからね出してほしいですよねいろいろマイクロフォーサーズでいくと、えっと、パナソニックリンパスがあるとして。 なんか参画してるメーカーは他にもあのーまあ、僕ラオアっていうヴィはい、はい、ーナスオプティクスでしたっけラオアも入ってますねあと<っ> DJI もかんできたのかな確か DJI はなんかそこら中に一ちょかみして入ってきてますけど、ね、<laughs> <laughs> あとシャープも確かマイクロフォーサーズの、えー、あった気がしますねはい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  ままあまあもちろんコシナとかもそうだしあとコウはほうほうほううんあの薬も作ってるコウはさん、うん、なんかすごい縁の低いレンズをなんか出してた気がしますうんうんああそうですねシグマももちろんありますね結構マイクロフォーサーズはあのレンズはいっぱいありますねなんか同じような焦点距離でうん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  そうでやっぱりそうあのー、まあルミックスとかオリンパス以外のメーカーのレンズは何かもうすごい安かったりする、ね、うんうんそうそうそうラオアのレンズとかもだからねあの去年前の前以前のポッドキャストでも言ったあの 35mm 縛りで1年間撮ってみるってやつであれもラオアの 17mm F2 かなっていうマイクロフォーサーズのレンズをこれがね確か9000ぐらいで買えたんですけど8000だったかなうんでもこれならどうしてもいいわと思ってうんどほんとどこ行く時も首からぶら下げててそこら辺にごっつんごっつん当たってるんですけどまあ当たろうが何しようがいいや8000のレンズなら動画用 いや、どうかこれもうあのスマホで何か撮るぐらいのレベルで、うん、もう何でもこれで撮ってしまえみたいな感じでそうまあただ MF なんでそのほんにスマホみたいにパッ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 って撮るわけにはいかない、うん、やっぱちょっと一応、うんまあ、パンフォーカス使えるとこならパンフォーカスでいいんですけどでもなんか昨日か最近セブンアーティザンの 25mm 違うな三 28mm? んかレンズ買,、ま、買ったかどうか知らないですけど使った写真上げてましたあああれが1年ぐらい前に買ったやつですね <laughs> ああそうなんですねなんかあれ石上さんもこういうレンズ持ってるんだ、ね、そうそうそうあの動画にもしてない <laughs> ああそうだから分かんなくてあ富士のあれに合わせてましたよね,ね確かそうなんですねクセス十かなんかうん、うん、あれが F0.95 でああそうそうそうなんかもうすごいやつ、うん、ちょっと面白そうだし買ってみたって感じですね F0.95 は APS-C だとどれぐらいなのあの辺の計算も分かんないですよねんあんな小さい F 値になってくるとあれ,れ 35mm でしたっけえとレンズ自体はそうですね35ということは APS-C だとほぼ 50mm そうそうそうあれもと使わないとな最近撮る頻度が減ったらますますローテーションさせようと思ってもなかなか使い切れない<ー> <laughs> 中で それはそろそろちょっと防湿光マップカメラに <laughs> そうなんですよね <laughs> お見せする時期かもしれないですね、うん、ちょっと最近の撮る頻度があれなんで本当、まあ、ピンチですよバケペンちゃんとかちょっとピンチですよああ<ー> <laughs> そうですね一時もう市神さんといえばもうバケペンバケペン <laughs> ガシャゴンガシャゴンって感じでした <laughs> あの子がほとんど持ち出せてないから うんやっぱ大きいとそうですよね、うん、これが本当僕が本当きいつも気持ちが変わっちゃうんで売った後で後悔することもまあまああってあそうなんですね <laughs> ああそれは結構厄介ですねそうなんですよ踏み切れない、うん、今の自分を信用しちゃいけないって自分で分かってる <laughs> <laughs> そうですねちょっとこ未来の自分に答え教えてほしいです <laughs> <う>今売っていいのかどうか。うん 石上さん「スラムダンク」映画「スラムダンク」ってこれ書いてますけど、はい、み見たとこれ見たんですよ<ー>これまだ、えっと、公開してから2週間ぐらいかな今そうですよね、うん、なんか先週ぐらいに結構話題に、うん、みんなねあげててこれがもうめちゃめちゃ良くて結構分かれますよねそのねなんか、うん、ちょっとちょっと違うみたいな人もいればあいました、うん、なんかそういうい 声もいる一方でなんか公開前僕知らなかったんですけど公開前はいろいろなんか声優さんが変わったとか見る前から言うなやみたいなことをしも,もさんがおっしゃってましたけどうわすごい良かったですねこれ映画のトレーラーとかでも内容があんまり明かされてないんですよ。ああネタバレにはじゃあならないかそう,そう,そう あの、うん、スラムダンクのどこを切り取ってんのかとかももう行ってみないと分かんないみたいな <laughs> ああそういうことか、うん、なるほどまあそりゃそうですね前編をまたやるわけじゃないから、うん、切り取ってるわけですねそうなんですそうかいや僕これ、ま、東京に行った時か実家に帰った時に見ようとは思ってるんですけど、うん、実はあのいや僕ドロップボックスに書こうと思ったんですけど僕ね スラムダンクアニメも見てないし漫画も読んでないんですよ実は貴重な結構あの世代的には絶対に見てるはずなんですけどなぜか「スラムダンク僕全く見てないんですよねあのそれで言うと僕アニメ見てなくてええ漫画を読んだのは今年ですああ意外だなあでも市神さんは当のドンピシャな世代だと思うんですけどドンピシャな世代です周りはみんな読んでた そうなんや、うん、いや僕もだから両方全く見てないから逆にもう見ないどこうと思って、うん <laughs> うん、全く見ないでこの初めて「スラムダンクを見る人間映画で見ると、うん、したら何を思うんだろうっていうのがちょっとあって <laughs> で逆にこう遡っていって漫画とかまた見てみるのもいいかなと思って、うん、今年の前半最近行けてないんですけど岩盤浴休みの日しょっちゅう行ってて。お<ー>でそこで 僕まず漫画読みながら岩盤浴にずっといるんですよちょっと温度低いところでなるほどは、うん、はい、はいでまず「キングダム」60巻ぐらい <laughs> 読んですごいな毎週あの一回行ったら3434巻数でうん当時の,あの最新巻まで追いついて、はあ、すごい。 でそれで読み終わった後何を思うって思った時に「スラムダンクそういえば読んでないなと思ってああ <laughs> そういう出会いかすごいな <laughs>、うん、<laughs> えその時はまだ映画になるとは分かってなかったんですよね分かってないですおお<ー>、うん、すごいなへえ <laughs> そっかーいやーなんていうかその,、ね、その当時見てない人はそういうまとめ読みとかができるのが強みですよねうんまあリアルタイムで見てなかった 多分損してる部分もまああるっちゃうんですけど。うそういうて2週何巻だから結構短いんですよね。あああそんなもんなんですか。うん。へえ。あ2週何巻だったらそうだな。まあそう 1> 1あ。ストーリーストーリー自体も 1, 1年か2年ぐらいの間の話なんですよ。ああ<ー>。うん。あそうなんなだ。からあの辺でスパってもういや終わるところ<ー>美学が美学を感じますよね。 そううですね、こだら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 展開一舞踏会は続かないっていう <laughs> <laughs> そうかうそう<ー>なんでまあ内容は何も言えないんですけどまあとにかく私はすごい良かったです、えー、そっかいやだから僕もね楽しみなんですよその逆に全く予備知識ない人が見たらどうなるのかっていう <laughs> うん <laughs> もう写真集っていいなっていうのは。ああ、そう、あの写真集、これはちゃんと今日届いたんですけど。うん、<laughs> あの。鈴木り作さんの。冬と春という。これ、ジャケ買い、えー、買いですね。もう <laughs> 完全にジャケ買い。鈴木り作さん。りさく。理科の理に策略の策ですね。いや、これ。<laughs> そこまで。 あのまあ、期待してなかったっていうのはちょっと言葉のチョイスがあれですけど写真にはまあ期待してたんですけどななんていうかなこの写真集全体をこう貫くなんていうストーリーともまた違うテーマなのかななんて言ったらいいのかな,なんかそういうものにもうなんかギュンってきましたね。これ これ,ねこれはあのジャケ買いっていうかあのなんかジャケット2つ用意されててジャケットって言わないな表紙か <laughs> 表紙2つ用意されててそのなんかこれは海が見えてるやつなんですけど海のと,えと山だったかななんかあったんですこのね海のやつはあの僕小樽に住んでた時にまあ小樽に赤岩っていう山があるんですけどまあお赤岩っていうかまあおたもい海岸というかまあ海っぺりにある まあ、たかた大して高くない山なんですけどすごい崖っぷちを海からそそり立つ崖の上をいう歩道が続いてるとこがあってめちゃめちゃ怖いんですけどそこから見た風景にもそっくりっていうかそれがすごい思い出されましてなんかこうその頃の映像がで「うんうん、ああこれいいなあいいな」ってうもう完全にジャケ買いで買ったんですけどうんうん,、うんうん、なんかね いやまだあほんと先来たばっかりなんで全部は見てないんですけどいや冬と春とは書いてるけどうんいやこれなかなか言葉にできないですねこういうのは <laughs> <ー>何が良かったかっていうよ言っても今ウェブサイトとか見てます鈴木里作さんのへえー、風景風景写真家っていう感じなんですかねうーんただ 何、まあ、て言うか <laughs> なんだろうそのカレンダーを飾ってるようなそういう風景とはまあまあ全然違う感じですね <laughs> ある意味風景のストーリートスナップみたいな感じ、まあ、どうやって撮ってらっしゃるかは全く分かんないんですけどもこれもしかしたら車に乗ってて助手席とかからパシャって撮ったりしてるのとかもあるよなーみたいなかそんな感じで、うん、なんかねー そうまあ僕が個人的にその冬から春にこう季節が変わる時っていうのがまあすごい好きなんですよ僕もまこの人が好きかどうか知らないですけどそうそれなぜ好きかっていうのは僕の中では言語化できないんですよねこれが。だけどこの写真集を読むとあそれが言語化できそうな気がするっていう。 何かがこうねあるんですよねなんかあーっていうねなんかこの鈴木梨作さんがそういうことを考えながらこの写真集を組んだのかどうかはわかんないんですけどうんああこの冬から春に季節が変わる部分が好きだっていう人間がもしいたらこういうことでしょみたいな何かねそれをこう示されたような感じがしてなんか僕にとっては大当たりでした。 おうんそうかそっかそれでこう写真集っていいなって思ってうん,うんやっぱうん何ていうかこうねやっぱ見る人によって全然多分違うことを考えると思うんで厳しい冬であればあるこそうなんかそうですねそのギャップは大きいですもんね冬と春大きいしまあなんか冬と春って言って まあ四季って言ってるから四つ季節があるわけですけど <laughs> まあなんもっとグラデーションあるじゃないですかねうんそ,そこはそういうなんかそういうグラデーションみたいなのもなちょっと感じられるかなみたいなのもあってうんちょっとね当たりでしたね,いいですねああもう写真集もっといっぱい見たいなって思うけどなかなか僕にとってこんなに当たりなのはないのでうんうんうん なんか最近買われました、写真集。買ったかなハッと出てこないもんね。あの、ツイッターで、あの、ツイッターでいつも写真お見かけしてる人のこと、なんか出されたやつは買ったりしてますけどね。ああ。へえ。本屋でとかアマゾンで注文したの、あんま、最近あんまないな。 そうですよね写真集、あの、僕、今年じゃないけど、いつかな、あの、ベーコンアイスクリームっていうタイトルの、奥山義行、えー、さん、うん、あはい、今をときめく、なんか、ポカリスエットとか、なんか、いろいろ、うんあの、あの辺のやつですよね、なんか、広瀬すずの写真集とか。 であの僕全然そういう情報に疎いけど本屋でたまたまこのベーコンアイスクリームを手に取ってうわ、えー、ななんかすげえなんかすげえって思って <laughs> で,買ったんですよで <laughs>、えー、僕山義幸さんって調べたらまあなんせすごい人で広告とかも 手が,手がけててこんな有名な人だったんだと思ってそれが2年ぐらい前かな、ね、そのあれは衝撃でした本屋で立ち読みしてそのまま買ったってやつですねあ, <laughs> あいいっすねそう,ねそう見れる場所があるのがいいっすね<笑><笑> 本屋さんがい,いからな本本当で本屋はもうあんまり大体いいこういう写真集ってカバーつけてあって見れなくなってたりそうですよね大体いいねたまたまこの本はそのカバー取ってあって、ね、ああいいですねそういうのそれからこの奥山さんの本はちょくちょく買うようになりましたそあそうなんですね、うん、へえ写真集って結構もう なんていうかなもうその初版が出た時を逃しちゃうともうすぐ絶版になってうん、うん、もう中古ですごい値段がついちゃったりしてるよくするじゃないですかだからいや本当だからね買いたいと思った時に買わないとなと思ってもうほんと1年ぐらい経ったら絶版になってて「え四4万円ですか?」みたいな値段ついてた。<laughs> このジャケ街はどここででを見たんですかこれねたあこれ多分買った赤赤社の、うん、そこでな,なんかね多分あの東京に行くっていう時にいろんなどんな写真ってやってるかなと思っていろいろ調べてる時にこう赤赤のサイトにフラッと立ち寄っちゃったみたいな感じかな確か。う 見たんで「すよねでおっ!」と思って「いやまさか赤いわじゃないよなこれは」と思ってでも「おっと思ってなるほどなんかそうだしのぶさんも月一冊写真集を赤赤社で主に買ってるみたいなあすごいっすね月一はすごいな、うん、言ってましたね、うん、<laughs> いやでも赤赤のページ見てるともう何でも欲しくなるからやばいっすよ本当 <laughs> <laughs> <と>そうなんですよね買ったらああいいなって思うけど だけどそれずっと月1とかちゃんとやってるのがすごいなやっぱ <laughs> すごいほ <laughs> <う>んとそんだけそれ続けてると多分将来それ資産になると思いますから資産っていうのは本当ガチな意味であのだって中古でいきなり値段が2倍3倍になったりすぐするから <laughs>、うん、<laughs> これ本当ガチな意味でこううん投資というか投機の対象になるんじゃないかって思うぐらい <laughs> その本を読んだ前後でなんか ちょっと向き合い方変わったりするきっかけになり得ますもんね。ああね、そうそういう出会いのある写真集は本当いいっすよね。うん、いやこの冬と春もも一枚だけ写真を切り出すともう僕が普段見てるその辺にある普通の普通の景色だったりするんだけど。 こう写真集見てるともう全然いろんなものが出てくるっていうのがうんいやだからこう写真集とかすごいんですよね今度忍さんにおすすめを聞いてみようああいやそう忍さんにいろいろ聞いてみたいな本当。いっぱい出てきますよ絶対「銀河英雄伝説」って見てましたえっといや見てないですねあーそっかこれ これは世代的いやでもどうかな多分80年代後半ぐらいだと思うんで、まあ、若干僕の方がドンピシャなのかな銀河英雄伝説銀河鉄道っていう言葉も聞いたことないです銀河鉄道とも違いますもんね <laughs> そうですあ,あそうかじゃああ,あの銀河英雄伝説ってまあ、まあ、なんか物語なんですけどめちゃめちゃ当時、はい、一世を風靡して <laughs> あのもうガン,ガンダムよりは後ですけど多分多分後だと思うんですけどあのまあもう見てない人は誰もいないぐらいのレベルでみんな見てたんですよ<ー>これまた僕全くああ僕えっその流行ってたことも知らないぐらいですよ <laughs> ああそうなんですね若干もしかするとちょっと年代的に、うん、あのそうですね80年代 中盤から後半ぐらいだったかなあそかまあちょっと僕には早かったんか,なかもしれないですね、うん、あのいやもうみんなみんな言ってたであの大人になってからでも「その銀河英伝説」の話を、まあ、み見た人同士が話をするともうその話だけでその飲み会が終わってしまうぐらいの<ー>そういうすごい、まあ、みんな見てたってやつなんですけど<え>、まあ、僕これも全く見てなかったのがああのプライムビデオで「タダだ」って。 いうのあってあじゃあこれを機会にまあちょっと見てみようめっちゃ長いんですけどほんと長いんですけどまあ見てみたらああこれは大人向けだなっていうか<ー>これもし僕子供の頃見てたとしても多分、まあ、理解できる部分もいっぱいあるにしてもいやー深いなっていうね<ー>の話で。ガンダムとかと同時期とかなんですかね ガンダムより多分ちょっとと遅いいぐらいだと思うんですよね、うん、あのガンダムって盛り上がったのってあ,あそっかうん多分ちょっと遅いような気がするんですけどねあの、えー、とアスキーとか雑誌ののアスキーが出してたログインっていう雑誌があったんですけどあのゲームの雑誌なんですけど「キングエデンス」って確かのゲームにもなっててその「ログイン」っていう雑誌か もう見開きとかで銀河栄伝説の広告がもう毎回そこら中に出てくるみたいなそれぐらいまあブームになっててなんかだけど僕は全く見てなかったってやつなんですけどねまあとあまりにも古いものなんでネタバレもクソもないんであれなんですけどいや結構今見てもいや人間って多分これ100年経とうが1,000年経とうがや,やること同じなんだろうなみたいなことをこう思ってこううん。 まあざっくり言うと清廉潔白な専制政治とダメダメな堕落した民主主義とどっちがいいんだろうみたいなもう,うんもうざっくり言うとまあそんな話になってうんでまあそこにそのちょっと宗教の勢力とかが入ってきたりとかでうんいやなんかもう。 もうその今ロシアとウクライナが戦争やってるとかもうそういうのとかあっていやーもう昔と何も変わってへんなこれみたいな感じで多分永遠に人間こんなことやっていくんやろうなーって思ってうんいやそんな内容をその当時多分僕見ても 理解できなかっただろうなと思ってうん、うん、ただただドンパチやってるのが面白くて見てたかもしれないけど多分うん、うん、深くは理解できなかっただろうなと思ってうん,うんえー、本当だ「シーズン1で25話」これがシーズン4まであるそうですねなんかあのね出てくる人がまあなんていうか大行というか大げさというか、うん、あの 多分そのえー、っと先戦精錬潔白な先生政治の方がなんかドイツ人みたいな名前の人ばっかりなんですよね <laughs>、えー、うん。多分まあ原作の人もそこを意識してるんだと思うんですけど実際に、えー、うんうんうんでまあ貴族とかそんな感じでなんかもうすごい大行な感じで、えー、でなんか最近リメイクっていうかなんかまた作ってるみたいで作っ、えー、うん そのそのリメイクの方はまあすごい絵が今風な絵になってるんですけど、はいはいはい。うその元の方のやつは結構え結構昔っぽい絵。うんうん、なんか2018年19年とかのやつも出てますね。そうですねなんかや、うん、新しく出してて。 まあ僕もその当時見てなかったからまあ,あれなんですけどもしかしたらこれもその当時見てた人はそのリメイクのやつ声優が変わってるだの顔が変わってるだのって持ってるのかなとかって思って分 <laughs> <ん>かんないですけどねどかの声優はその当時の1980年時代のやつは声優,は声優さんはもうそうそうたるメンバーですよ<ー>僕,僕別に声優さんに詳しくはないけどもあのもう大御所みたいな人ばっかりがおを連ねててうーん,うーん なるほどこの声聞いたことあるなみたいな人ばっかり出てきますね <laughs> ちょっとはいウォッチリストに入れておきましたこい <laughs> <僕>気合い入れてみないとなかなかね見<の>れないですけどねガンダムとかも見てないんですよねあ見てないですか、はい、あでも最初のガンダムは確かにちょっと石神さんはあれかもしれないですね,ね年代的にはうん,うんそうですねガンダムちょっと上な感じがしますね、まあ、僕はドンピシャ。 小学校低学年中学年とかドンピシャはやっぱ「キン肉マンキャプテン翼」とかあーそっかガドンピシャかなかまあそんなに違いはないんだけど、うん、確かにでも僕もガンダムは再放送で多分見てるはずなんでその本当に最初の放送ではないと思うんでうん、うん、高学年で「セイント・セイヤ」とかですね <laughs> ああああ <laughs> 『セイント・セイヤ』は僕は見てないかなうん、うんうん、何見てたかって言われるとなかなか難しいんですけどね、ま、漫画はね僕,僕野球漫画しか読んでなくて小学校の時ドカベンとかそう水島真治ばっかり見てました<笑><笑>まあまあそうですよねブ <laughs> さ,さんとか <laughs> <笑><笑>そうですねあそっかアブさんは僕は うん、見てないというかあの弁当屋で他弁屋で弁当を待つ間にいっぱい読んだっていう <laughs> そういう感じです小5か小6の誕生日のプレゼントであの大甲子園はい、はい、大甲子園26巻全巻を誕生日プレゼントにしてもらったりしたぐらい大甲子園って水島新司が書いたドカ弁をはじめとするいろんなキャラクターがもう一堂に そうですよ、ね、あのなんか <laughs> 集結したバトルロイヤルじゃなきゃいけどないかもうね <laughs> そうですよね <laughs> あそっかいや僕もね「ジャンプ」とか「マガジン」は自分では買ってないんでのめりのめり込んだ漫画っていうのは多分ないと思うんですよねガンダムはちょっと特別ですけどそっか銀河英雄伝説はそうか いやだから今度はあの今まで銀河英雄伝説のことを居酒屋とかでよく話してたえ人ともこれで話ができるなと思ってうーんあー <laughs> <laughs> そうそうそう, <laughs> うずっとその話とかしてたりするからうんあこれプライムビデオのおすすめですかあ<ー>、うん、おすすめっていうかこれあのたまたまおすすめされてはいはいあの見たらああっていうかアマゾンで大体おすすめしてくるものが僕に合わないものばっかりなんですけど <laughs> 今回ばかりはお ちゃんんと分かっっててるやんっていうのがあって、あこれでさそうあのまあおっさんが新規収納するっていう話なんですけどあのイギリスの話なんでちょっと規模が全然違う多分農地面積でいうと日本の50倍とか60倍とかっていうあそうですかイギリスの、ね。すさまじい面積の農地で始める人なんで、うん、まあちょっとあれなんですけどあの。ジェレミー・クラソンっていうかこの役の役 この人はあの現実の人というかなんていうかな <laughs> あの車のトップギアだったかな,なんかあの自動車の番組があるんですけどもその番組のまあ司会者というかあのまあ主人公というかそれをそのコンテキストを分かってる上で見ると面白いっていうあ。あなるほどこれ映画かと思ったら 違う<ん>ドキュメンタリーみたいな感じもうリアリティーショー的な感じですね<ー>ガチなやつですねおおなるほどそう,そうガチなやつなんだけどもこのジェレミー・クラソンって人はそ,のそういう自動,自動車関係の番組をやってていろいろお騒がせさせてクビになったりなんなりとかっていろいろあるんですけど、うん、<laughs> そういうバックグラウンドを知ってみるとこう笑いところが分かるみたいなへえ<ー>そう、ね、おお面白そうこれは。 あのねまあ、僕もトップギアを別にずっとどういう番組かっていうのは知ってるけどトップギア見てたわけじゃないんであれなんですけどもとにかく車好きなんですよこの人 <laughs> その自動車業界の <laughs> 日本でこれに相当するような人いないんですけどとにかく車が大好きどんな車が好きかと,いうと馬力だとにかく馬力だ馬力のある車最高 <laughs> みたいなあのノーミスを馬力でできてるみたいな人本当に。<laughs> そういういことと、を分かってみるこれなんかねあのエピソードごとの概要文がなんか面白いですね見てると。大エピソード1が 1> <laughs> ジェレミー・クラークソンは農場経営で,で、ね、泥沼にはまり農地を台なしにしてしまいそうになるっていう, <laughs> そう概要文なんか 小学生の直訳みたいな感じですけどいや確かにそのとお僕もまだこれ全部見てないんですよね <laughs> <ん>ただその1話見てあこれは面白いかもしれないと思って <laughs> なんか概要文がなんか面白い <laughs> そうそうだからこのねあの4回目のエピソード4であのジェレミー・クラークソンは環境保全に取り組むことを決意するって書いてるんですけどこれはあの結構出落ち感があるんですよねあの <laughs> この人はそのいや車はとにかくガソリンをガンガン燃やして走らせて馬力だ馬力だみたいな人だから環境保全とは相性が悪い人なんですよあんまりまあでもこの人はあのちゃんとあのこの人なりの理論であの環境保全については語ってる人なんですけどそういうなんかバックグラウンドがあるとえジェレミー・クラークソンが環境保全だとみたいなそういうのがあるんでね <laughs> なかなか。えー はい、見てみます <laughs> <laughs> 日本でもあのなあれなんなんなんちな車そあの古い車を長く乗り続ける方が結局エコじゃないかみたいな話もあるじゃないですかそういうのもいろいろこの人は考えてて。 世の中全部電気自動車とかになったらその電気自動車作るためにどんだけいろんなものが必要になるんだもっと古い車を大事にしようよみたいなそういう立場の人でもあったりするんでただただただのただの馬力バカではないんですけどただまあな,な,なんせ頭の中馬力でいっぱいっっぱて人 <laughs> <laughs> そうやっぱだから外国そうだな日本とやっぱ農業が全然違うんですよねなんか規模が <laughs>。 その天気はどううなんでしょ、ね、っイギリスは結構日本に近いとは思うんですな砂漠とかそんなとこと比べたらですけどまあ,んあちょっとネタ,ネタバレになりますけどなるからあれなんですけどこの人がちょうど新規収納した時、うん、この人が収納した時のイギリスはえらいとんでもない時だったんですよ、ね、<ー>そうだからそれでこの人ちょっとえらい目に遭っちゃうんですけど。うん でもやっぱり日本と同じで雨が多くて湿っぽくてみたいなです、ね、なんか曇ってるイメージありますねイギリスっていうとですよねなんかこのね、うん、でもなんか雨雨は降り続けることはないというかみんな傘持ってないみたいなこと聞いたことありますね <laughs> あーなんかあのねイギリスの紳士は傘を巻くのは上手だから傘を使うことはないみたいなうん。 多分まあ西海岸と東海岸では天気違うと思うんですけどまあ伊戸自体は結構高いとこにあるから割と日本っぽい天気な気はするんですけどまあやっぱり規模が違うなっていう,うんまあその規模が規模って <laughs> まあこの人がやってるから規模でかいんだろうっていう話もあるんですけどねんうんうんうん来年1月 北陸でお泊まりの、はい、予定ですね。一、うん、日じゃ帰れないというか帰れなくはないんですけどあのうん、うん、あのその水害とかがあってここ今電車が通ってないというか、まあ、あ,るあるにはあるんですけど一日一本しか通ってないとかなんでうん、うん、であの代行バスはあるんですけどすごいね多分北陸本線とかもちょっとダイヤ変わってると思うんですけどうん,、うん、なんか乗り継ぎの回数が異常なぐらいに多くて。 前まで多分5回もしくは6回とかだったのがなんかもう9回とか10回とかの乗り継ぎとかになってて <laughs> で一応着くんですよあの朝一出れば着くんだけどもういやもう10回乗り継いで夜中の11時とかに着くってもうそれは終了やろっていう話でタイミングとかがねなんか合わないんですよねやっぱそういう大行バスとかになるとそれでちょっとあの金沢にまあ金沢に着くのはだからおそらく夕方とかまあ,あそうです今なるほど。にはなる うんは、うん、なると思うんですけどね。うん、ああ。ま金沢まで行ってしまえばもうもうすぐなんで, <laughs> でこれは、うん、あとはもうねサンダーバードに乗ればあなるほど神戸に向かう途中行きあそうです、ね、あ行く時でねうね、うん、そうそうそう,そうとなのであそうか。十日の日はこう街の中をブラブラしたりしつつ一上さんの事務所にちょっと。うん 遊びに行こうかなあの中毒しましょう。<laughs> <laughs> そうですね。そうそのピーンポーンやってみたいですね。あの <laughs> サンマのまんまやってみたい、ね。<laughs> 最初の方サンマのまんまスタイルでしたよね。あの <laughs> キャスト収録ノックしてもらってましたね。<laughs> ね。そうあれいつの前からなくなったな。<laughs> あの茶番をやってましたね。<laughs> <laughs> そうそうそう。サンマのまんまやってみたいな。<laughs> そうかあのただサンダーバードも意外と結構止まりますよね。 雨とか風とかで。あ、そういうやつですか。その足止めも結構あります。ああ、確かに、うん。僕、あの。今年二回。二回大阪行ってるんですけど。<laughs> はいはいはい。息子と一緒に。サッカーで。そうそうそう。で、二、二回とも。敦賀あたりで泊まりました。<laughs> ああ、そうなんですか。うわ、うん。風のためとか、なんか。うん、そう、風に弱いんですよね。うん、記者は、ね。うん。本当。 あの二時間ぐらい止まってたんかなああ、結構きついですねそうでそなんか最初復旧の見込みありませんとか言われててアナウンスあって <laughs> もう絶望感やったんですよマジかあの USJ のチケットとかも取ってんのにあー, <laughs> ーただなんか二時間ぐらい経って復旧の目処が立ちましたってアナウンス出てへーもうみんなガッツポーズですよ、ね <laughs> <laughs> みんな言う SSJ ではないですけどねいやでもそうですよね敦、うん、賀はちょっと微妙ですよね、うん、なんかジョン・フナさんもなんか帰りの新幹線だか電車だかなんかああそうですかかトラブってましたよねなんかトラブってましたね <laughs> そうなんかで菅野さんにもう一泊されてましたもん、ね、そうですよねなんかね <laughs> 大変だなと思ってうん まあ最悪でもまあ金沢まで行ってしまえば高速バスもあるしまあまあなんとかなるかなとうんうん、うん、では来年またお目にかかれることを楽しみにしておりますはい来年またよろしくお願いします <laughs> はい、ね、お願いいたします、はい、では良いお年をお迎えください、はい、良いお年をではではありがとうございましたありがとうございました